っしゃ釣れました。おお、及川だ、及川だ、及川が釣れました。おお、また釣れた。おお、これはね、なかなかいい刀の及川ですよ。よっしゃ、また釣れました、釣れました。ほら、また及川だ。ちっこいけどね、食い頃サイズが釣れました。もうね、日が陰って結構寒くなってきちゃったよ。でもね、今日は及川がいっぱい釣れましたよ。ほらね、結構入ってんでしょ。やったね。はい、今日持ち帰った釣果はこのように及川24匹です。結構釣れたよ。それでね、今日の料理コーナーはこいつらをだね、これを使って料理してみようと思うんだよ。で、これはね、ちょっと前に視聴者の方からいただいたものなんです。河原でいただきました。こっちはね、お手軽調味料だね。いつも私が使ってるお手軽調味料とまあ同じようなもんだけど、メーカーはただハウスマだけ。私はいつも確か SB だったかな。それとね、これほら、これスペイン産ニンニクなんていうのもね、いただいちゃったんですよ、この方からは。で、これは生なんだよ。生のニンニク、スペインからわざわざ空輸したのかね。これをいただいた方からはこんなものもいただいちゃったんですよ。ほら、これキフワインだぞ。俺にはちょっともったいないキフワイン、これもいただいちゃいましたよ。ありがとうございます。じゃあ今日はこれらを使ってこいつらを料理することにしましょう。って言ってもね、まあ簡単だね。及川はもう鱗取って腹綿出して、それから綺麗に洗って、このお手軽調味料をまぶして、ニンニクも細かく切って、上にパラパラって乗っけて、オリーブオイルかなんかで焼いてみますか。それじゃあね、まずね、鱗を適当に落としてからね、次は頭を落として内臓を取り去りましょう。そしたら次は背開きにしましょう。ここまでできたら内臓の残骸などを流水できれいに洗い流しましょう。はい、これでね、きれいになりました。そしたら次はこの調理バサミを使ってこの背骨をね、取り除きましょう。はい、これで背骨がなくなりました。これで及川の下準備は完了です。それじゃあね、いつものようにね、この焦げ付き防止のアルミホイルを敷いたこのフライパンにだね、このオリーブオイルをね、ここに適当にこうダラーっと入れてね、
そうしたらね、このさっきのスペイン産のニンニク、これをね、こう薄く切ったやつをだね、ここにね、適当に並べて、及川はだね、このように皮を上にしてだね、まずまな板の上に並べて、そこにだね、このお手ある調味料を、まあね、こうバラバラバラっとね、適当にね、こう振りかけてだね。そしたらね、これをね、この皮を下にしてだね、ここに並べるんだよ。まあ、こんな感じでいいかな。そうしたらね、ここの上にね、さらにこのお手軽調味料をね、こうバラ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 って振りかけてな。まあ、こんなもんでいいかな。そうしたらだね、この上にだね、さらにこの薄く切ったニンニク、これをね、こう並べるんだよ。まあ、こんなもんでいいでしょう。そうしたらね、あとはこれを焦がさないように適当に焼きゃ出来上がりだよ。はーい、できましたーって、ほら、見てくれよ、これ。うまそうだろうな。今日の及川料理はちょっとレベルが高いぞって、手前味噌なんだけど、自分でもそう思っちゃうんだよ。な？だってうまそうなんだもん。まあ、何はともあれ、食ってみましょう。このさ、ほら、ニンニクがバラバラと乗ってんの。これがいいね。スタミナつきそうだよ。それもよ、スペインだから。スペイン、ね。じゃあな、まずは、ここ行くか。ここな。ここバクッと行きますね。行きます。これはうまいよ。うまい。実に美味しい。まあね、基本的な味付けはお手軽調味料だからね、美味しいのは当たり前なんだけど。じゃあよ、次はよ、ちょっとこの、スペインのニンニクっていうのをちょっとね、これだけご賞味しましょう。いきます。スペインかな。もうちょっと行くか。これな。これ。いきます。スペインかな。まあね、なんかね、まあ、ニンニクだなって感じなんだけど。じゃあよ、もう一個この及川行こうじゃねえな、これな。いきます。まあ、とにかくね、これはなかなかね、おいちい。また言っちゃったよ、おいちいって。ね、おいちいって言ったとこで、心でお酒と行きましょう。今日はお酒といえば、もう分かってんだけどさ、さっき調理の時言っちゃったからね。白ワインでしょって感じで、ほら。貴腐ワインだぞ。俺初めて飲むよ、貴腐ワインって。いや、すごいんだよ、これ。ね。このさ、コルクにもさ、ほら、こう、刻印もあれば、ここのとこにほら、2009年ってさ、書いてあるんだから。こっちにも書いてあるし。じゃあ、これをな、この、当家にある特製の一番いいワイングラスでいただくことにいたしましょう。本当はね、この貴腐ワインっていうのは食前酒なんだってね。でも私は料理食った後に飲んじゃうんだよな。ここが健胆体だよ。では、いただきます。寄付か。うまいというか、結構甘口。まあ、でもワインとしてはまずくはないぞ。なかなか美味である。でもこれさ、やっぱ健胆体にはちょっともったいないよね。本当にありがとうございます。で、この及川の料理は結構うまいよ。でな、今日は及川料理もう一個あるんだよ。でな、なんで特別料理が出てくるかっていうとよ、だってよ、あんだけの量の及川が、なんでこんなちょびっとになっちゃうんですかっていうやつが必ず出てくると思ったから、俺は先手を打って、ほら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 、ここにいるんだよ。素揚げ、素揚げ、素揚げにしましたよ。及川料理のもう定番だよ、この素揚げ。それをな、今回はな、これをかけて食うんだよ。これがまた特製なんだよ。これはね、柚子の皮と青唐辛子と山椒の実。これをね、すりつぶしてな、
醤油を混ぜて、さらにその中にみりんも混ぜて作ったものなんだよ。じゃあこれをな、ここにほらドヒャーっとこうかけてよ、これでちょっと食ってみようじゃないの。じゃあな、ここんとこ、ここ行きましょう。これね、これ行きます。よし、うんうん、こりゃいいよ、うまい。いや、我ながらね、このね、今日はね、かけ汁がね、いいね。このかけ汁ね、なかなかね、ヒット商品っていうかね、まあ商品じゃないんだけどさ、ヒットのかけ汁だよ、やったよ。てな具合にね、今日の及川料理はちょっと豪勢だよ。でしょ？これから俺はよ、これを魚に、ちょっとな、この貴腐ワインでもって一杯やるからよ。ここらで視聴者の皆様とはお別れということでございます。では皆さん、ごきげんよう。